오늘은 교회와 우리 재림교인들이 살인 신도たちが 재림교인뿐 아니죠. 살인 신도だけではなくて 終わりの 시대에 生きていく クリスチャンたちが 食事, 節制し 今日 사탄과私たちと 共に している 霊的な 戦いの 本質, サタンは私たちに どのような ところを 攻撃しているか を 少し お話しして みたいと思います。皆さん中毒という言葉聞いたことありますね。今日この時代中毒の時代であると言っているほど多くの人たちが大半の人たちが中毒の影響を受けています。このようなことを神様はすでにご存知で預言者を通してすでに警告なさいました。霊感の言葉を見ますと次のサタンは不節制を通して神様がとても価値ある賜物として人に与えてくださった精神力とまた何ですか道徳力を破壊するために活動している。このようにすることによって人は永遠な価値のある事物を認識できないようになる。官能的な報酬を通してサタンは人に似た全ての形を抹消しようとしている。本当に恐ろしい話です。今サタンがこのようなことをしていますが、このようなことを何を通してかというと中毒を通してこのようなことをあまりにもたやすくしている。人の何をですか、精神力と道徳力を破壊し永遠に価値あるものを認識できなくし、また官能的な工事を通して人から神様の御子たちを消す働きをするということです。人が中毒にかかったらどういうことが起こるかといいますと、中毒を経験する過程はいろいろあると思いますが、その内容は今日は省略して中毒の結果に関する話をしたいと思います。人が中毒にかかりますと結果論的にはどこが壊れるかといいますと、脳の前頭葉の部分が壊れます。この脳の前の前頭葉が壊れますが、その壊れる理由は次のようです。ドパミンホルモンによって神経刺激を受けた私の脳が前頭葉が活動できるようにしますが、優しく言いますと次のように説明することができます。もしゲーム中毒に入っている人がいるとしましょう。ゲーム中毒に陥っている子どもがいたら、皆さんゲームしたことありますか？ここにおられる方は誰もいないですね。ゲームしていますとどのようにしなきゃならないか考えて判断する時間を与えません。早く何しなく、その早くその怪物を処置しないと勝利できません。勝つことができません。ゲーム共感できなければドラマテレビを見ていますと、皆さんどうですか？ドラマを見ています。ドラマを見ています。ある出来事があります。その出来事を考えて判断して思考しながら見てることができますか？いいえ、その思う思考する判断する間に主人公が他のセリフを言って過ぎます。そしたらそのセリフ聞けなければダメですから、考えて判断する時間を私にくれません。ところが皆さんが本を読んだらどうなりますか？本を読んでいて思う部分があったら少し止めてどうしますか？深く考えて私の脳の前頭葉の思考領域を活発にするしたら前頭葉を発達させることができます。しかし皆さんがドラマを見てゲームをしたりすると、視覚で入る後頭葉の刺激は活発ですが、前の前頭葉の部分まで思考を信号を送って思考するようにして結果を出すことをしないで続けて視覚的な刺激だけ入るようになっています。そうしていると前頭葉の脳がその機能がだんだん衰退していきます。そしてもちろんもう中毒を起こす場合もありますが、中毒にかかった脳を見ると次のようです。ゲームしている
脳を見たら、最初の脳は黄色がたくさんある。この写真の絵は全体的な思考をしている正常の脳の姿です。でゲームをしているときは脳波の姿が次のように変わります。後頭葉の部分だけ刺激が来て、前頭葉は使わないようにします。そうしてこの前頭葉の部分に深刻な衰退と損傷を与えるのがこの中毒の結果です。優しく結果だけを話しますとそうです。そうしますと、この前頭葉の機能はヘレン・ジュ・ホワイトが言ったその機能をこの前頭葉でします。さっき読んだところに戻ります。神様がとても価値ある賜物として人に与えた精神力と、また何ですか、道徳力を発揮する器官は脳の前頭葉の部分です。神様が人に与えてくださって強い精神力、道徳力が発揮できる ところは前頭葉ですが、前頭葉が人が人らしい姿を出すのにあまりにも大事な器官です。例えば動物に道徳力ありますか？ありません。動物はかわいそうだから助けるのありません。動物が道徳力を発揮してそういうことをすることはありません。人にだけある神様と交わる能力、すなわち宗教性、神様と交わるその力は人にだけあります。ですから人が人として持つ基本的な精神力と道徳力、宗教性を司るところは脳の前頭葉の部分です。これサタンはこの前頭葉の部分を壊そうとしています。それを通して今御言葉にありますように、神様がくださった精神力、道徳力を破壊して、そこから神様の御形を消そうとするのです。それで今日青少年たちが生きて、現代の人たちが生きる生活の中で中毒にかからないということはとても大事なことです。ですから神様が私に与えてくださったことが、すなわち食物に関するメッセージであり、生活に関するメッセージです。でエレン・ジュ・ホワイトは娯楽に関する話をしました。衣服に関しても教育にも関しても全てに関して、食べ物に関して全て詳しいところまでくださいました。どうしてでしょうか？もう面倒くさいくするためですか？ああもうこれ大変、守るのが大変なのをたくさんくれて、終わりの時代にもう本当に立法的なそういう生活をさせるために、エレン・ジュ・ホワイトはそういうふうにメッセージを与えてくださったのでしょうか？決してそうではありません。今日終わりの時代においてサタンの攻撃がどこにあるかをご存知の神様が預言者を通して、その民が備えができるように十分にしてくださいました。この部分別に皆さんが食べて飲んで世の中のやり方のように住んだら、私は御言葉に記されている通り、神様が私に与えてくださった高尚な精神力、道徳力を失せない、神様の御形を失うようになる生活をするしかないという事実です。これは単純に私が教会に行く行かないの問題ではありません。何の問題として迫ってきますか？生活の問題であり、これは私の人生の問題として迫ってくるのです。他の迫害、イエス・キリストを信じることによってイエスの名前によって迫害を受けたり、イエス・キリストの名のために悩みを受ける、こういうことは今日ありません。ある特定なところはありますが、私が住んでいる日本、韓国はありません。ところが私はどういうものにサタンから試みを受けているかと言いますと、私の人生の中で神様の御言葉を消す根本的な私の体の脳を攻撃されているということを悟らなければなりません。ですからサタンが、神様が私に何をくださいました？健康のメッセージをくださいました。健康のメッセージをくださって、人に正しい食物が何であり、あるのかを神様が教えてくださいました。なぜならばその食物も中毒を起こすからです。それでは今日人々が中毒を起こす代表的なものは何でしょうか？皆さん少し挙げてみてください。お酒、タバコ、麻薬、コーヒー、
また常識的に皆さん知っていることを言ってください。砂糖、食用油、食用油、砂糖いな、その백미쌀은영양소가똑같은음식들이에요。その白い小麦粉、白いもうその白いパン、それ同じようなもの、部類のものです。私は甘いの好きじゃないです。私はパンを食べます。それももう白いあの同じ砂糖と同じで、白いご飯も同じです。白い小麦粉も同じです。麺も全部同じだと思っていいと思います。そのものは私の体の中で中毒を起こします。特に炭水化物は深刻な中毒症状があります。健康にもとても万病をもたらす。脳も中毒現象をもたらします。とても深刻なことです。またどういうものがありますか。食べ物だけじゃなくて何も中毒を起こしますか。ゲームとかテレビとかインターネットとかスマートフォンとかあの花札とか、クリスチャンも花札なんかしますか。もうあの賭博場ではしませんか。スマートフォンでしたりしますね。福祉館で賭博とか賭け事、刺激的な食べ物、こういうものが私に中毒を起こします。で中毒を起こす理由はまたたくさんあります。ところがこのような中毒にかかる食べ物だけから考えてみてみましょう。この中毒をもたらす食べ物がどうして中毒をもたらすのか、そのいろんな理由がありますが、で証の実はこのように言っています。致死的植物と麻酔剤と分離される多くのものがありますが、食べ物あるいは飲料として使われたら、それは全て胃腸を刺激し血液を中毒させ神経を興奮させる。このように書いてあります。人は実はある特定な食べ物を食べたら、その特定な食べ物以上を食べないように作られています。例えば白いあの小麦粉を食べました。ある程度以上いたら、私はそれがちょっと嫌になって、それを食べないようになります、なっています。ですから動物の実験をしてみますと、動物たちは各自自分たちに必要な栄養素を探して食べます。例えば突然생쥐잡아먹고뭐이렇게잡아먹고고양이가뭐어느날갑자기풀막뜯어먹어여러분이런거보셨어요このネズミを取ってネズミを取って食べている猫とかもうその犬が草を食べる時があります。その栄養素が必要な時、その犬とかあの猫とかがその匂いを嗅いで、その私たちにどういう栄養素が必要であるっていう感知する能力があります。それで人も実はこの香りを通して食べ物を摂取して調節する能力がとても卓越し優れています。でちょっとこれは濃すぎる、これ食べない、あこれはとても香ばしい、でその時の、まあ、旬の食物とても香りがいいです、あそれが今私たちに必要な栄養素です。もう冬そういうものが食べれなかったんですが、春そういうナムル野菜、あこれ匂い、これがあもうこれは香りがある、あこれを感じることができるようになっています。春になった。ところが問題はそれに自然に私たちが中毒にかからずに、まあ、自然と栄養素を分けて食べる人にその能力が人にありましたが、だから皆さん食べ物を商売をしようと思ったら売らないといけないのに、その一定こう食べたら食べなくなります。商売をしてもっとお金を儲けたい、この人をこの食べ物をたくさん食べてほしい、そしたらこの中に人が食べ物を区分するとき何で区分しますか。香りですね。ここに何を入れたらいいですか。香りを入れたらいいです。そしたらそれを何と思って、私に必要な栄養素だと思って何し始めますか。もう取り始めます、食べ始めます。ところが実はその香りの中にある栄養素は入っておらず、
香りだけあります。ですから皆さん、世の中に売っている全ての加工食品を見ますと、着香色素とか色素とかそういう化学物質が入ってます。それ食べ物食べた時の香りは果物の香り、食べた時の香りはビタミンがあって無機質の香り、こういうのを含んでいます。私はそれを嗅ぎながら、それが香りを嗅いだら食べたくなります。飲料水、果物 の香りがあります。ですから飲料水ある瞬間、ああこれが飲みたい、ある時はこの飲み、これは本来どこから探さなければなりませんか。自然からその野菜とかそういうものを取らなければならないのに、今若い人たちは野菜が思い出されるんじゃなくて、その色素が入っているこの加工食品が思い出される時です。あ、ハンバーグが食べたい、あ、ピザが食べたい、あ、どこにある何が食べたいと変わるようになります。そうすると人々はどうなりますか。食べるべき栄養素は食べないで中毒にかかる、そういう加工食品に陥るようになります。実は果物の香り、繊維質がたくさんあってビタミンがたくさんありそうな果物の香りがありますが、それは飲料水です。飲んでみたらそこには何がありますか。砂糖しか入ってません。砂糖水です。砂糖水を飲んだら私は何だけを取ってますか。糖分だけ取ります。砂糖は私たちの体で何を起こりますか。中毒を起こします。中毒を起こすのでどこが壊れますか。前頭葉が壊れます。前頭葉が壊れると何がなりますか。何ができませんか。神様の前に宗教性を持って、もう豊かな思考を持って、人間が人間らしく思う、そういう思考を持つことができます。人間らしいものを持たせるのが前頭葉。もう外にいても獣のように服をもう脱いだり、なんか殺して食べたりしません。それは前頭葉が活動しているからです。この前頭葉が停止すると人が何のようになりますか。獣と似ているような人生活になります。それは何に集中するかといいますか、食べて飲んで、もう嫁いで妻と、もうそれをもう性的な部分ですね、食べて、もう食べて飲んで、もう嫁いで、そういう本性を持つようになります。今日この社会をこう見てみてください。人々はみんなどこに集中していますか。食べて飲んで、もう嫁いで、そういうもう全てに そこに集中しています。テレビつけたら何かもう食べる。日本のプログラムにもそういうのありますか。もう人が食べているこう巡り、グルメ巡りとかそういうのありますね。人が食べているところを見せます。そしたら人がそれを見てもう麻酔して、人がいろんな、わあ人が食べるのを見て、あ、美味しそうだ。クリスチャンでも、神様を信じる者も信じない者も、そう、人が食べているのを見て、ああ、あれ美味しそうだ。皆さん70年代おじいさんがそれ見ていると、皆さんもう叱られたはずです。何することがないので人が食べているところを見て、その唾じゃなくてよだれを垂らしているのか、あとでそれ食べよう。人々は歩きに、もう食べに歩いています。旅行というのは何ですか。食べに行く 旅行ですが、80年代旅行にいたらようですね、経験して思う、そういうことでした。8年代は日記とかそうです、行ってエッセイ。最近皆さん旅行エッセイありますか。もう食べ歩きの旅行はたくさんあります。最近こういうのはもう人々は思考を失いました。思いを失って、何に集中しているかというと、単純な刺激に集中するようになっています。知らずして人サタンは私の脳を攻撃して、神様は私に与えてくださった精神力、もう高尚な道徳力を失い、神様の姿がなくなる姿に
クリスチャンが言っています。そうすると人々が御言葉を開いてみたら理解できますか？当然できません。御言葉を開いて読むともう理解できません。一体どんな話だろうか。ヨネの黙示録の話を見たらこれはもう私が理解できない本だ。ゼカリア書を見たらこれは私がもう理解できない本。どうしてですか？今私はヨハネの創世記も難しいのに、聖書に出ている話が私の心に感動として入らないです。聖書をどんなに読んでも感動がありません。なぜですか？神様がどこにおられないければなく、聖霊が私の脳と交わって、聖霊が教えてくださることを聞く私の脳の状態とならなければなりませんが、今サタンが私の生活の中にある全てを通して中毒という大きな意思をもたらし、中毒にかかった患者には神様の聖霊と交わるその能力を失わせる時代に来ているということです。最近若い人たちは教会を去ります。若い人たちが教会を去る最も根本的な理由は何でしょうか？生活に変化がありません。神様が生きていることを信じることはできません。どうしてですか？自分が今どこにかかっていますか？中毒にかかりました。最近お母さんたちが子どもたちにどのようにするかと、もう2人仕事をするので適当に食べてお金あげます。売店に行ってまた食べて、だいたいそのおにぎりとかそういうパンとか食べ、そういうパンもその砂糖で、またおにぎりもその白いご飯です。こういうものすべて中毒を起こすものです。お昼給食がありますが、給食も見ると私の子供たちに合わせて開けなければならないので、繊維質はとても少なく、いつもトンカス、トンカス、トンなんかこう揚げ物とかもう甘いもの、そういう給食が出ます。そうしなければ父兄が抗議します。私の給食はあんまり良くない。そうするとこの子どもたちはどこに行きますか？学校、その予備校に行きます。学校に行きます。ハンバーガーとかピザとかトッポッキとか、皆さんトッポッキは中に何がありますか？全部白い餅、白い米の粉か、またそういう、皆さんもうその唐辛子もたくさん入らなければな。ソースの半分は砂糖と半分は唐辛子です。ソースの1対1入らないとその味が出ません。そういうのが食べ物を食べて学院に予備校に行きます。それから予備校にいても学校でもこの子が受ける教育は思考体系を回す教育ではなく、学校行って授業を聞きました、見ました。見るというのは高等用の作業です。見るだけです。見て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 見る見て、それで予備校にいてまた見て聞いて聞いてます。これを思考して自分のものにする時間が必要なのに、両親はこの子たちを予備校にいて朝からですね、考えることはしません。学校にいてずっとずっと学校でずっと授業にいて、また家庭教師と、したり、もう全部それで終わります。でこの子は一日中考えることはありません。食べるものは全部中毒を起こす食べ物を全部食べました。それで学校終わって呼び越えて、また彼らの手にはスマートフォンがあります。それからスマートフォンで何を見ますか？ゲームしたから行きます。残りの全ての時間、またどこに、テレビ見たり、スマートフォンしたり、そういうところに使います。そうしたら私の子供たちが神様を思うそういう高尚な能力は頭の中に残っていますか、いませんか？絶対ありません。ところがその子供たちに言います。ねえ、あと教会で奉仕もしたり、ちょっとこのようにしたらいいのに、どうしてそうなのか、ここと言います。
この子供が神様に使える状態にありますか。1週間教会にいて神様の話聞いたってそれが入り込む空間がありません。で当然神様を拒みます。聖書を読んでも聖書に関して深く思ったことがあります。そして思う力もありません。前頭葉はだんだん壊れていきます。そうするとこの子供たちは何を従うかというと本能的なものに従うようになります。人として持つ固有のものを失います。それで最近10代の罪はすごくて犯罪は人の線を越えたような犯罪を犯します。その理由は何でしょうか。この子供たちがどこに追いやったんですか。誰が社会がそういうところに追いやりました。それをすでにメッセージを受けている誰さえもクリスチャンさえもこれに対する分別がないということがとても深刻な問題です。罪の結果が全世界に現れています。この罪が表されている世界に福音を述べ伝えるのは誰の役割ですか。神様の契約の民の役割です。私クリスチャンが福音とならなければなりません。そしてその世の中の全部が中毒に陥っても誰はクリスチャンたちは全く違う姿で生きなければなりません。そのために私は100年前からエレン・ジュ・ホワイトはこのメッセージを全部与えてくださいました。どういうものを食べるべきか全部おっしゃっています。で神様は全流行の穀物を食べるようにと言いましたか。どうしてですか。厳密ご飯の教会を作るためですか。立法主義者の教会を作るためですか。いえ違います。この終わりのサタンの攻撃からこの民を何するためですか。保護するためです。皆さんこの事実をはっきり知らなければなりません。もう食べ物で救われますか。信仰で救われるのでしょう。信仰よくやって信じたらいいので食べ物はどうしてこんな徹底的に守らなければなりませんか。なぜならば今日サタンの攻撃がどこにあるからですか。食べ物にあるからです。ですからこの食べ物を節制に関して私たちメッセージを受けた者たちは大体したらいい、私は最大限してらいいではなくて命を懸けてしなければなりません。誰がそうしましたか。ダニエルがそうしました。バビロンの捕虜として捕まりました。バビロンの捕虜としてその食べ物の供与を受けます。私は食べたいものを食べることはできず何をくれますか。バビロンが王が賜った、食べ物をこのダニエルと3人の友達というか、それは中毒にかかる食べ物です。ブドウ酒があり、もう脂っこい肉があって、神経を刺激するいろんな食べ物がバビロンと3人の友達にの食卓に上がりました。ダニエルがそこで3人の友達がこれを全部食べたら神様を最後までこう守り通すことができますか。今契約の話をしましたが、契約の呪いが来て契約をその破った人たちが国の政情全てが崩れて今捕虜生活して違法の地に来ています。この地に契約を失った者たちが神様を捕まえて回復してくださいという、そういうダニエルのような人が出なければならないのに、ダニエルのような人を崩すために食べ物を用意しました。ダニエルが三天使が何ともなくその食べ物を食べたならばどういうことが起こったでしょうか。捕虜に捕まってこのイスラエルの帰還はなかったかもしれません。なぜですか。ダニエル書9章のような全身をもって神様を探し求めるこの契約を回復してくださいという叫び求める民がないからです。その民がないのでそのことは起こらないかもしれません。神様の約束を成し遂げるために神様は必ず神様の民の泣きながら嘆くことがなければなりません。そういう嘆きが神様の前になければなりません。しかし泣く必要はありません。世の中に使っていて神様のものを求めるより何が好きですか。
ただバビロンに居座ることが好きです。あとでバビロンからエルサレムに帰還命令が下された時、中毒にかかった人たちはどうしますか。あ、私はここで住もう、何苦労してエルサレムに戻るのか。あ、私はバビロンが好きな、全世界最大の強国バビロン、ここで生きればいいのに、メドペルシャで生きればいいのに、どうしてあえてエルサレムに戻って。それでゼカリア書、ハガイ書を見たら、むしろそこにあるイスラエルの民がペルシャの皇帝に手紙を送ります。何を禁じるように、エルサレムの町を、その宮を反対する嘆願書が、それでもう嘆きながらゼカリア書を書きました。そうですね、皆さん、終わりの時代に全ての民がこのような食べ物に使って中毒にかかった状態で、何も分別できる状態で、皆さんただ一日一日生きる人となれば、宮を再建して再臨を町のイエス・キリストのその歩みに、皆さんはどういうふうな宮を建てたらいけませんという民、その部類の人に私たちが属するでしょう。ですから、その残りの民は何を分別区別しなければなりませんか。生活を性別して、食べ物を性別して、私に与えられた預言者から与えられているメッセージがどれほど大事で、どれほど尊いものであるかを悟らなければなりません。ただ単純に不便なものをくださったのではなくて、使命を成し遂げるために、契約を成し遂げるためにくださった神様のを保護するための道であり、その契約を成就する道であるということを悟らなければなりません。それが なさらなければ、私は世の中に使ってしまいます、寄ってしまいます。ですから、何よりもその3人の友達に命をかけて食べ物を、食物を守らなければいけません。もう命をかけてこの中毒の行列を防ぐために行動に出なければなりません。私の意思がそのように神様に到達したとき、結果は誰がくださいますか。神様が与えてください。ダニエルがその宦官の長に行って求めます。私に菜食を与えてください。ダニエル書を見てびっくりしました。この当時、この話だとダニエルは菜食ではなくて清い食物を食べくださいというのがユダヤ人的考えです。しかしダニエル書は、その読者は終わりの時代のためです。終わりの時代のためです。ダニエル書の読者は終わりの時代の人たちです。この本を終わりの時代まで封印しなさいと書いてあります。この本の本当の内容は終わりの時代の人たちが見るようになっています。ですから、その前、終わりの時代の人たちに与えられる勧めの一章に書いてあるダニエル書は、当然清い、もう牛肉、そういう肉とかは食べることができますが、何と言いますか、菜食で言っているのです。聖書に記されている通りであるならば、終わりの時代は何を食べなければなりませんか。や、菜食です。それとともに、エレン・ジュ・ホワイトが何をくださいましたか。補充して全部説明してくださいました。だから私はとても大きな光を持っています。世の中の人たちが中毒に陥って、もう左右を分別できず、もうその食べ物のプログラムでよだれを垂らして獣のようになっているのに、誰も知らないのに、その状況を、この光を受けている人たちが同じようにそこに使ってしまうのではなく、罪の中から救ってくださる神様の力と、その方の大いなる愛を明かししながら、私は違うレベルに立っていなければなりません。他のレベルに立って、そのために何を伝えなければなりませんか。福音です。福音を述べなければならないという事実です。スライドを少し見ますと、中毒にかかった人たちが、砂糖の中毒に関わっている人たち、実験しました。そしたらどういうことが起こったかといいますと、1日飲料水1杯だけ健康食をして、全ては健康食として、
ただ食後飲料水一瓶飲ませました。皆さん今販売されている食品の中で砂糖が一番たくさん入っているのは何でしょうか。飲料水です。現代人たちが食事して必ずどこに行きますか。コーヒーショップに行ってないのに、私はアメリカのこういろいろとそこの中に何がたくさん砂糖と脂肪がたくさん入っています。それで食後飲料水を一杯飲ませました。ところがこの PYY ホルモンというものとグレリンというホルモンが変化をもたらしましたが、 PYY ホルモンというのは満足ホルモンは減少し、グレリンという飽満感、もう満腹感、そういう満足ホルモンは減少して、食事をしたいというそういうのは増加して、砂糖を食べたら食物にする満足度はどんどんお腹がいっぱいであるのにもかかわらず、もうお腹がいっぱいになったと思わない、十分にたくさん食べたにもかかわらず、ホルモン作用によって私は続けてどうか、あ、また食べたい、もっと食べたい、間違いなくお腹いっぱいなのにまた食べたい。皆さんそういうことを経験してるんですよ。お腹いっぱい食べました。デザート出たらもっとその別腹あります、別腹ありますね。でパン食べました。そしたらアイスクリーム出ます。そしたらあまたパンのご飯、また別の別腹があって、どうしてそういうことが起こりますか。ホルモンが変化をもたらします。人はですね、実は私が私の思い通りに思っていますが、実は私の感情本能を刺激するのはホルモン作用がとても大きいです。ですからある男性に会って、女性を会って、胸がドキドキしたり愛しているっていう、それは愛ではなくて全部何のホルモン作用です。皆さんそれご存知ですね。ですから皆さんこれを食べたい、あこれを食べたくて死にそう、それは全部ホルモン作用です。ところがこの中毒に陥りますと、後で食べたいぐらいではなく、食べたくて死にそうだというふうになります。本当です。私はそこどこで経験しますか。ベテル水溶院で経験します。患者さんたち、がんの患者さんたちが来られます。私は5年前の話です。その時ある患者さんが来てですね、肝臓癌です。お腹に腹水がいっぱい、もう顔は真っ黒です、黒いです。で来られて、神様の言葉を聞いてとても喜びました。それでもう腹水がだんだん引きました。本当に喜ばしいことです。末期がんの患者が腹水がだんだん減るととても嬉しかった。そのように一日一日良くなっています。ところがこの方はある日朝来て、その方の食事誰が来ているかチェックしていますが、その方はおられません。その方の部屋に行きました。そしたら重症の患者ですが、どういうことが起こるかどうかはありません。で私はこうやっと残してその前に入りました。応急事態がある場合もありますので、開けて入ったら彼がベッドで T シャツが、もう腹水がこんないっぱいになりました。もうお腹をこう出していました。どうしたんですかと部屋をこう見たら、そばにコップラーメンが、空のコップラーメン、もう腹水の患者がしょっぱいものを食べたらいけないので、コップラーメン、もう一晩のうちに2つ、それを食べたらいけないことを知っていますか、知りませんか。間違いなく知っています。それを食べたら死ぬということも知っていたはずです。自分の命と何と買いましたか。コップラーメンと買いました。皆さんこのような中毒状態に陥るとこのぐらい怖いです。皆さんが意思を持って、あ、食べない、こんな状況ではありません。私はテレビで見ない、こういう状況じゃないです。本当に私の魂を完全に罪の中に
押し行って、そこでもっと身動きできないようにして出ることができるように神様の御形を消し、神様の御言葉がその中で活動できないようにするのが誰の戦略ですか？サタンの戦略であるということは覚えてほしいと思います。今日サタンはこのように働いています。もう世俗の風の中でこのように働いています。このような霊的な大きな戦いの中で何に対応し、どのようにそのメッセージの上に立たなければならない、はっきりならないのか、はっきり知らなければいけません。ですから神様はこの時代の人にメッセージを与えてくださいました。そのメッセージを持って世の中に伝えなさいと言っておられます。それで健康のメッセージもくださいました。健康のメッセージ、健康メッセージのメッセージ、これを持って生きる人たちは神様の御言葉の上に固く立ちます。ダニエルのように、その3人の友達のように、契約を回復してください、涙を持って嘆願して叫び求めます。それでその信仰のため その嘆願によって、私は終わりの時代の働きを終えるようになるのです。そのことを全部理解し、神様の大いなる愛を義を理解する民が、その愛によって一足一足もっと神様を知っていき、その品性を似ていき、その品性についていき、その世についていく心を持っていく。中毒にかかった人たちは神様に従っていきたいと思いません。この世に食べて飲んで死にたい、それが中毒にかかった人たちの特徴です。何と言いますか、もう糖尿高血圧の方に勧めると、食事変えなければ、生活習慣ならな変えなければなりません。多くの高齢の方、このぐらい生きたから大体食べて、もう食べてもう死んだらいい。私の年で糖尿病、もう高血圧ない人どこにいるのか、もう適当に食べて、もうこんな面倒くさくもこうするのは嫌だ、何がないですか。真理に向かって神様の品性を知りたいと思わない人たちです。全く神様の品性を知ろうとすれば、神様の品性を知りたい、神様の義に従って一足一足進みたいと思います。それがすなわち健康福音のメッセージの上に立っている人たち、ダニエルのような人になります。3人の友達になる人です。全バビロン、メドペルシャに神様の福音の力、生きておられる神様、その方のものすごい愛を証しするようになります。このようなものです。その火の中に入った時、バビロンの中の人たち神様を知るようになりました。獅子の穴に入った時、メドペルシャの人たちはみんな神様を知るようになりました。健康福音者のためにここにおられる皆さんのように、全世界が誰を知るようになりますか。生きておられる神様の力、その方の驚くべき愛をこの世が悟るようになるのです。皆さん、そのことに同意したとなってほしいと思います。次の時間、中毒に関して本当に根本的な原因である中毒の原因を調べて、その解決策を少し見てみたいと思います。終わりたいと思います。お祈りして終わりたいと思います。愛の主よ、メッセージを与えてくださって感謝いたします。分別のないこの世の中において、御言葉の光を与えてください。主の大いなる光、愛の中に住ませてくださって感謝いたします。主よ、あなたの御言葉に従っていきたいです。私たちの心に誠の知恵を与えてくださり、あなたの力を注いでくださって、その力によって勝利の生活をすることができますようにしてください。今日サタンの攻撃がどこにあるか見ました。神様が共におられたら、この全ての試験に勝つことはできます。ですから私たちと共にいて、共に歩んでください。この集会と共にいてくださって、聖霊で臨んでくださることをお願いし、イエスキリストの御名を通してお祈り申し上げます。アーメン。